日本選手団最年少15歳の高木美帆がオリンピック2レース目に挑みました。最初のレースでは緊張からか本来の滑りができなかった高木ですが、自分のペースを乱さず23位にも納得でした。今出せる力、持ってる力は出し切れたのかなっていうのはありますね。